いいわこれ。今葉っぱがないからいいんだな、これ見晴らしが。今ですね、12時59分。今日ね、13時から開通っていう風に告知されてたんですけど、まあ開通してましたね。ひゃー、これはすごいよ。向こうにもなんか視線がある。あ、林道大庭坂原線だって。鹿さんがいますよ。こんにちは。今日開通だから結構落石は片付けてんかなと思ったら、落石の片付けはしないんだな。わ、すげえな、大きい落石、高知のまんまなんだな。そこら辺にありますね。高知なんだな。気をつけた方がいいっすよ。水を隠れてますね。左に寄せるとハマっちゃうかも。今ハマっちゃいましたけど。こんにちは、お手書きポコです。いつも動画をご覧いただきどうもありがとうございます。この下に流れてる川ですね、黒坂石川ですね。で、見えないんですけど、あ、ちょっと見えるかな。渡良瀬渓谷鉄道の線路ですね。で、そのちょっと下にですね、湖の上流部ですね、なります。で、ここは総理駅のすぐ近くですね。そこの角を右に曲がるとですね、黒坂石ダムだったかな、あるんですけど、それをもうちょっと先に行くと黒坂石バンガローテント村っていうのがあるんですけど、そこのところにある林道坂原総理線がですね、開通しました。今まではね、あの群馬県側の山の頂上で通行止めだったんですけど、栃木県の佐野市の坂原まで全線が開通しました。ということで、今日はそこを走りに行きました。はい、ここで黒坂石バンガロー天童村に到着しました。で、この先が群馬県側の林道の起点になります。この右側がですね、林道坂原総理線の起点ですね。それでは林道坂原総理線行きたいと思います。出発。あ、こんなとこに視線ができましたね。あの、この林道ね、道路新しいっすよ。あの、旧道もあるんですよね。さっきのイルケネとか旧道だったかな。まあ、とりあえずですね、この本筋の道が開通したんで楽しみたいと思います。あ、すごいね、いい川の流れ。これね、川すごいんですよね。まあ、何度か走ってるんですけどね、この川の流れが結構いいんですよ。これ群馬県側、栃木県側はね、まだ走ったことないんで。で、ここにね、小滝があってね、ここで僕はよく写真を撮るんですよね、この小滝で。で、そこにね、ちょっと穴があってね、クマさんがいるんじゃないかといつもビビるんですよ。だから今日も止まんないで行きます。クマが、穴があるんですよね、あそこにね。クマさんがいてもおかしくないような穴が、怖いんですよね。で、この左側がね、確か山神社って言われる神社でしたよね。確か山神社だという名前だと思ったけどな。あ、ありますね。あ、ここだ。一度これね、 ADV で突っ込んでたんですけど、落ち葉がありすぎて怖くていかなかったんですけど、あれ、何これ、林道坂原総理線金山線入り口って書いてあるのかな。違う入り口かな。
構ね前からあったんですよね。林道坂原総理線の支線か。ここも一回チャレンジ後にしてみよう。まあ、落石とかねありますけど道はいいですよね。超開通だから結構落石は片付けてんかなと思ったら落石の片付けはしないんだな。落石はどうもそのまま放置っぽいですね。ってことは結構上の方行くと落石多いかもしれないですね。落石ありますね。まだね葉っぱが出てないから明るいですね道が。わすげえな、大きい落石放置のまんまなんだな。そこら辺にありますね。これね冬真冬に来たことあるんですけど今のところでねすげえ凍結してて行けなかった時があるんで冬はどうなるんだろうな。もうやっぱり落石はそのままなんだな、放置なんだな。開通でもそのまんまなんだな。全然どかさないんですね。今日開通だけどこれちょっとどかしたのか、一応寄せ端っこに寄せたっていう感じですよね。円形がちょっとガスっちゃってるんですよね今日ね。まあでもここ下ってくると見晴らしがいいんですよ。うわもう落石だらけですね。そうか、開通しても落石は片付けないのか。今日開通日なんですけどね。これ群馬県側のもう山頂に入ります。わ全然片付けないね。いや俺これ片付けると思ってたな。開通日には甘かった。おお、いいねやっぱりね。葉っぱがないから見晴らしがいいんだな。うん、気持ちいい。あ、もうすでにいる。あ、バリケード突破されてます。ここに強固なバリケードがあったんですけど開通しております。それでは初の林道坂原総理線栃木県側突入いたします。いやどんな景色が待ってんだろう。今日ガスっちゃってるんがちょっと残念だな。景色がやっぱ道はいいっすね。道はいいっていうかアスファルトはいいっすね。ここは結構交通量多い林道になるんだろうな。草木湖に抜けちゃいますもんね佐野市からね。うわーここなんか最高じゃない、ガスってなかったら。
おお、すげえ、これすごい激坂よ、これ。激坂、激坂。まあでもアスファルトはいいね。群馬県側落石だらけだけど、こっちないじゃん。栃木県の人ちゃんと整備してるね。あー、いいわー、これ。今葉っぱがないからいいんだな、これ。見晴らしが。いやー、いいねー。今ですね、12時59分。今日ね、13時から開通っていう風に告知されてたんですけど、まあ開通してましたね。うわー、いいねー、葉っぱがないから。これアスファルトいいから走りやすいっすね。うわ、最高。まあ、ただね、道が細いからね、向こうから来るかもしれないから気をつけないとね。あ、なんかすごい見晴らしが良さそうなとこ来ましたよ。うひゃー、これはすごいよ。向こうにもなんか視線がある。あ、林道大庭坂原線だって。いや、これガスってなかったら見やらしいですね。あれが林道ですよね。いやー、これガスってない日にまた来たいな。でね、こっち側がね、林道大庭坂原線っていうんですよね。これ鹿沼市につながってると嬉しい林道だな。一人であるということと、今日は ADV 君だから行くのやめますけど、仁尾走路ですね。うおー、いいじゃない、この道。
開通を待ちきれない人が走ってましたね。まあ、僕もそうですけどね。これすごいわ。なんかすごい山岳地帯を走ってる感じ。佐野市とちょっと思えないんですけど、なんか群馬県のすごい秘境な山奥に来たって感じだな。まあ、ここも秘境なんですけど、なんていうんですかね、市街地に近いんですよね。群馬の山奥とか栃木の山奥じゃないんですけど、関東平野に近い佐野市なんですけど、なんかすごい秘境にいるって感じがする。なんかすごい、この道いいわ。おお、ここは何ここはな、行くとな、後でハマると嫌だから行かないけど、カブで来ればよかったかな。ちょっと石がでかいな、これ重たいからね、ハマると嫌なんで。桜がありますね、たくさんね。なんでしょう、ちょっとした公園ですかね。あれなんですかね、倒れてますね。開けてるよね、こっちの方がね。まあ、葉っぱがねないからまだ見通しはいいんでしょうけど、はい、待ちきれない人を2代目あ3代目か、頂上に1台いましたもんね。すごいね。標高自体は、あ、こんなとこにあるよ、ゲートが。冬季通行閉鎖かな、ここはやっぱり。ゲートがあるよ。だって冬季凍結してたもん、群馬県側。この辺は。さっきのとこ行くどのくらいあったんだろう。測ればよかった。あ、落ちている。あ、こんなとこにも、あ、これ旧道だな。旧道だけど、なんかすごい大岩がゴロ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 してましたよ。これは何でしたっけ、大音川って言うんですよって。出てきましたね。あ、いい川の流れですね、ここね。川が出てきました。なんかあるよ、看板が。雨乞いの滝、あ、あれか。ん？この下か。しかしこれ見えないし行けないし、なんか嫌な感じなとこだな。怖えな。ふわふわだよ。楽しい山ビルちゃんがいるからな。怖いよ怖いよ。
怖いよ怖いよ、なんでここに水道があるんだろう、家があったのかな。おお、怖い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 、滝らしいものは見えるけど、見えるけどちょろっとだな。あ、また林道がある。林道西沢線だって。うわー、やばそうなダートだな。いけないですよ、いけないですよ、 ADV 行くんじゃいけないですよ。あ、ここは入山の注意があるから登山道の入口の駐車場なのか多分。あ、ここ河原ですね。うわ、なんか夏になったらバーベキューが多そうな気がしてきたな。山ビル注意が出てますね、看板が。いるんですね。あ、ここで蓬莱トンネルか。右は行けないのか。ここが蓬莱トンネルで、蓬莱山ですね。滝がバックにあるんですけど、ああ、流れてる流れてる。今ですね、これがですね、林道坂原総理線のトンネル、蓬莱トンネル、蓬莱山トンネルかな、です。でそこが林道ですね。でこれが四海波の滝という、もっと上から落ちてるんですけど、いやー、ここね、蓬莱山はね、林道坂原総理線、さっき群馬県側から降りてきたんですけど、唯一トイレがあるのはここです。あとはトイレなかったですね。でここね、テーブルとか椅子とかあったんで、コンビニで買ってきたパン食べてたんですけど、気持ちいいですね。いいとこでした。いや、ここいいわ。この林道唯一のオアシスですね。まあ景色のいいところは他にあったんですけど、こうトイレもあって、こうのんびりと休憩できる唯一の場所かな。この林道を初めて全部走れたんで分かったんですけど、今ここですね、蓬莱山で、蓬莱山書いてありますね。仙人が住み不老不死の地とされる霊山のこと。こうね、開山した聖道上人によって開かれた一大霊場なんですね。で山伏が結構多かったんですかね。で今そこにいまして、でこれが、あ、蓬莱トンネルですね。トンネルをくぐっと、ここに湧水あるんですね。さっきね、有名な湧水がこっち側の方にあるんですよ。ここにも湧水がありますね。トンネルを越えてすぐで、これより一般車両通行止めにはなってますけど、
ここは今林道桜原総一線工事中なんて、まあ、ここも開通したんで、でさっきね雨乞いの滝っていうのを見たような見えないようなちょっとね厳しいんですよね見るにね。で滝があって、でこれ多分遊歩道だと思うんですよ。でここに三滝というなんか有名な場所があるみたいです ね。全部もみじっすよ、これ全部もみじ。ここね秋いいっすよと去年初めて来たんですけどね、ちょっと感動しちゃいましたねここね。ただ谷間なんでね太陽に照ってる時間が短いんですよねここね。でここが幡川の湧水、今日頼めませんね、ペットボトルないわ今日。ここ、これですね、今日混んでないね。到着しました。林道桜原総理線完走しました。でこっち側がね、林道の宮間線ですね。これ私有地につき立ち入り禁止になっちゃうんです。でここまっすぐ行くと佐野市の市街地ですね。でこっち側が林道牛の沢いずる線ですね。佐野市の秋山の方に向かいますね。で秋山の方から違う林道で鹿沼の方に行って、古峰神社の方に行けますね。で基幹林道前日光線の一本なんで日光東照宮の方の方まで行けます。という形でこの道路が開通するとですね幅広がるんですよね。いや最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。で今日は往復してこっち側の景色を楽しみたいと思うんですが、多分こっち側の方が栃木県側の景色が良かったような気がしますね。にゃんにゃん、ただいま。